ギャワーわーわー危ない。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よでい。少量です。はい。はい。今日はですね、毎月、インスタで募集してる、今一番僕らに聞きたいことシリーズ、7月編をやっていこうと思います。よはい。来たの？来た。まあ、インスタで今月も募集しました、うん。僕らに一番聞きたい質問で、一番多かったものに対して答えようと思います。うわ、あれでしょ？今ここにたくさん出てるんでしょ？出てないよ。出てないの。出てないかい。出てないよ。というわけでですね、今月はね、まあいろいろあるんですけども、やっぱり、この時期だからこそ、内容は違えど、まあコロナのことに関しての質問が多かったんですけども、その中でもね、一番多かった質問は、こちらです。バン。はい。今出てんの？出てるっていう感じなんですけども、はい、なので今日はですね、まあそういうお話なので、こんな暗いところでお送りしてるわけですけども、ああそういうあれがあるのね。そうそうそ う, そうなるほど。ちょっと俺質問が何なのかよく分かってないけどですね、質問はみんなが気になってたのが、初体験のエピソードを聞かせてくださいっていうのが一番でした。初体験ひょにょ、やっぱ気になるね、みんな。エッチーだな、ほんと。初体験で、その初体験ね。そうです。気になる。気になるのかなぁ。なんか初体験って言ってもさ、それぞれの初体験とさ、うちらの初体験、初体験っていうのかな、そうだね。っていうのがあるから、どっちが聞きたいのかな、全部言っちゃえば。あ、全部、あ、それぞれもだし、うちらのってこと、いいんですか。やだなぁ。言っていいんですか。まあ、夜も遅いし。やめとこうか。もうこの動画終わるよ。攻めてきましたね。そうですね。その付き合う前とかに関しては、まあ僕らもいろいろ付き合ってきたわけで。そうよ。俺なんてさ、もういい年なわけじゃない？そんなね、もう恋愛とかね。そんなもんたくさんやってきましたよという。で、今だから言えるかなみたいなところでもあるだろうし、まあ参考になるかならないかは別だけど、参考にはならないかもしれないね。ならないと思うけど、まあ答えようかなと思います。思います。はい、終了。はい、どっちからいく？じゃあ、りょうさんから。え、俺の？え、俺の個人的初体験っていうことでいい？はい。俺の初体験はね、まず人生で本当に初体験は女の子だったの。初めて男の人とやったのは多分21とかかな。田舎のね、ところだからさ。今みたいにアプリもないしさ、なんか掲示板みたいなところにさ、書き込みをしたのか、してたのに、メールを送ったのかわかんないけど、忘れちゃったけど、待ち合わせをしてさ。で、またその時実家に住んでたんだけど、実家に来てもらって、まあそこでやりました。初め。もうドキドキだったけどね。だよね。確かに。え、どうすんのみたいな。どうした？え？なんか、相手の方が、同い年か、一個上か、多分、もっと、ほとんど年の変わんない人だったんだけど、初めての人が。なんか、やっぱ、ま、経験がある人で、男同士で。だから、ちょっと、お座りながら、やりましたね。一緒にお風呂入って。懐かしい。終了。じゃあ、翔太は？俺か。俺はね、俺も、17歳の時なんだけど。早くない？あ、でも今だったら早くないのか。そんな、わかんない。それは人、まあ人にもよるけどさ。17で、それこそ、このスマホとか、iPhone が、ちょうど出始めて、てか iPhone をみんな持ち始めるぐらいの、ガラケーから iPhone に切り替える時期ぐらいで。もうそんな時期なんだ。そう、だから、それこそマッチングアプリが、もう出始めてる。出始める初期。で、ちょうど、それで出会って、うちでしたんだけど、1歳上、18歳の。あ、そうなんだね。ちょっと。で、それもまあ、そうだね、初めてしたけど。でも覚えてないな、正直。
あ、そうなんだ。覚えてないけど。うん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 。お互いにさ、ちょっとまあ、10代でしょう、うん。わからないじゃん。まあでも、翔太たちの時はさ、もうあれなのか、ネットとかで、なんか、焼き方とかさ。あるかもね。うん。うんうん、まあそういう知識は、あったみたいな感じ、うん。そうかもしれない。なるほどね。ひょにょ。え、変な話、どこまでしたの初。覚えてないんだよね、俺。覚えてるもんかな。覚えてないな。あ、覚えてない。そうなんだ、ね。まあ、お互いの初体験はそんな感じということで。ところで、ところで、僕らはというと。はい。まあでもね、今もお付き合いしてるわけですからね。そうね。あんまりね。うん。あの、それは僕らだけの秘密か。そうね。うん。想像に。そうだね。いや、初、うちらのさ、初体験とか言ってもさ、うんうん、興味ある、ね。あんま覚えてない。大体うちらの。みんな覚えてるもんなんかな、こういう話って。どうなんだろうね。だってまあ、付き合ったらさ、うん、するもんだしね。うん。まあ、遅かれ早かれ。まあ、うちらの場合はさ、うん、もう家族みたいになっちゃってるから、うん、ほぼね、うん、まあそういうのはあんまないっていうか、うん、ほぼしてないね。そうだね。うん。うん、まあ心と心で繋がってますので、はい。そばにいるだけでね、うん、幸せです、うん。はい。ありがとうございます。終了。はい。はい。他に質問は？そうだね。他に質問はですね。うん。まあ今のが一番多かった質問でしょ？そうです。すごいね。みんな気になるんだね。ぜひね、皆さんもコメント欄に。いや、書かなくていいです。大丈夫です。うん。書いていただけるならば、読みますけども。まあでもね、あんまね、恥ずかしいだろうから。恥ずかしい、うん。男から男へのプロポーズにダイヤの指輪は変でしょうか、うん、もし渡されたら、お二人だったらどう感じますか、嬉しい。嬉しいと思う。嬉しいが本音だよね。うん。まあ、まあ、実際、付き合ってる人と、全くそういう関係じゃない人だったら多分反応は違うと思うけど、付き合ってる人だったら全然嬉しいけどね。うんうん。うんうん、でも、なんか一個素朴な疑問いい、うん、男女のカップルとかでもさ、うん、まあ、婚約指輪とかでさ、うん、ダイヤがね、ついた何カラットのみたいなプレゼントしたりとかすると思うんだけど、あれって普段使いなの？どうなんだろうね。なんかあんまりつけてる人、うん見なくない？なんか、うちらがさ、つけてるようなさ、こういうシンプルなリング、うん、で、既婚者の方つけてるのは多いと思うんだけどさ、うんうん、婚約指輪とかのさ、ああいうなんか、うん、ザ、ここに石が乗っかってますよ、みたいな指輪ってさ、普段つけてる人あんまりいないね。そうだね、いないね。で、まあ、してる人はしてるのかな、うんうん、うん。なんかさ、こういうのにさ、うん、埋め込まれてるみたいなやつだったらさ、そうだね、普段使いでもね、なんかつけやすそうだけど、うん、やっぱ手洗ったりとかさ、うん、そうだね。作業したりとかするのにさ、うん、あんまり高いものでさ、石がついて、ポロって ね、取れちゃいそうだよね。ちょっと怖いよね。うん。まあ、みんな閉まってんのかな、ちゃんとね。どうなんだろうね。うん、あんま見たことないけどね。うん。うん、いや素朴な疑問だったんだけどさ。でもめちゃくちゃ嬉しいと思う。なるほどね。うん。嬉しいと思います。ぜひ。嬉しくない人なんかいないよ。うん。嬉しくない人なんかいないよ。うん、嬉しいと思うの。普通に嬉しいと思うんだけども。プレゼントするのかな？うん、ねえ。どうだろうね。ねえ。なんか、嬉しいし。教えてください。送って。うん。プロポーズするのかな？どうなんだろうね。いや、キュンキュンする。いいね。いいね。いいな。うん。いいな。ちょっと、え？あんまりいいなって言いすぎるとさ、なんかちょっと、意味深になるからやめてみます。うん。ひょにょ。はい。というわけで、今回はですね。うん。久しぶりに。はい。久しぶりにじゃないか。1ヶ月ぶりに。うん。皆様の質問に答えてみましたけれども。うん。いかがでしたでしょうか。またね。うん。よりうちらについて知ってもらえたのではないでしょうか。はい。はい。というわけで、今回の動画はここまでにしたいと思います。僕も私も少量に質問をしてみたいと思っていただければチャンネル登録と。この動画見たって思う人は高評価のボタンを。お願いします。お願いします。もう見た人絶対押さないといけない。インスタ、ツイッター、ティックトックはお願いします。ではまた。はい。というわけで、アフタートーク。そういうノリなのね。え？違うの？違う。
違うよ。え？どういうノリなの？今まで、うん、この今さ、まったりした動画を見てきてさ、うん。わーとかされてもさ。じゃあもう、みんなの目を起こして、もう今、冷ましてあげる。やめよ、それは。もう9時台にアップしてるから。もう、あれ、今のわーで、イヤホンしてる人、ちょっともう耳やられてると思った。だから、翔ちゃんのせいじゃん。で、何なのよ、アフタートークは。ですね、うん、そもそも何このアフタートークって。いつできたの？前回から。なんか前回くらいからできたよ。そうだね。いや、毎回しないですよ。うん。毎回しないです。たまたまね。たまたまです。たまたまだし、まあ、したいなって思う時にしようかなって思うんですけど。うん。基本はないと思っててください。なんかそれでね、次あんのかな、次あんのかなって、ちょっと、求められたら、ないのかってなるから、確かに、ね。あったらいいなぐらいに思ってもらっていいんですけど。そう。それくらいがちょうどいい。そうだね、はい。で、何なのよ。じゃあどうする？さっきの話の続きにする？うん。あれ、気配りじゃなくてなんだっけ？気配り？どっちが、なんだっけ？どっちが何？焼きもち焼き？あ、そう、焼きもち焼き。どっちが焼きもち焼きっていう質問も多かったの、実は。そうね。そう、それに関して話せばいいかなと思うんですけど、そう。焼きもちは、ちょっと、そうですね、焼かないですね。申し訳ない。それは。ちょっと、ご想像じゃないかもしれないんですけど、確かに焼かないんですね。っていうのはもうね、うん、年月があって、うん、もう、ほや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 、出来たてほやほやではないので。ほやほやではないよね。ないから。別々、あ、別々じゃない。別にめちゃくちゃ長いわってわけでもないけど。うん、まあね、ある程度ね、うん、そう、3、4年、4、5年。そうそう。とか経ったらさ、うん、いつまでも、いやみたいなのはない。まあ、ヤンはあるかもしれないけど。うんうんうん、とかさ、うん。めちゃくちゃはない。うん。ちょこっとはあるかもしれない。うん。っていう感じ。そうね。あとあれよ。信頼関係がちゃんとできてるからだと思う。うんうんうん。うん。なんかこれでまたね、なんかちょっと疑いを持つようなことがあったりとかすると。はいはいはい。ちょっとわかんないけどね。でもさ、その、結構見てくれてる方とかが、うん。ちょっと心配性な方も多いからさ。うんうんうん。そこは、心配しないでほしい。うん、別に、ちょっとの喧嘩とか、なんかあっても別にそれが、倦怠期とかさ、うん、そういうわけでもないし、うん、仲はいいもん。うん、心配しないでよ。心配してんの？してるの。あ、心配してる。心配しないでよ。しないでよ。大丈夫だよ。僕らはもう、大丈夫よ。何十年も付き合っていくし。うん、ああ、そういうことですよ。そういう感じなの？え、何、どういう感じ？そういう感じだったのね。心配されてたのね。そうなの。そんなすぐ終わったりする関係じゃないから。そう。その中には喧嘩だってあるし。うん。仲良い時もあるし。うん。終わりー。終わっちゃうの？おやすみー。